はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル春99です。今日はね、ちょっとね、珍しい形でご紹介したいと思うんですけども、今日ね、ご紹介したいアイテムはこちら。フリートマン・フリーさんですね、ファストフォワードシリーズの第2弾、緑の召喚術師と、第3弾ですね、緑の国のアリスですね。今日はね、こちらをね、2つをですね、まとめてご紹介したいと思います。はい、こちらですね、フリードマン・フリーズさんのですね、まあこのね、ファストフォワードシリーズなんですけども、このね、実のところ後ろにも書いてあるんですけども、ここのところ読みますと、まあファストフォワードシリーズでね、昔ねザ・ゲーム・ギャラチャンの方でもね、随分ご紹介したフルーツジュースっていうね、どんどんゲームシステムも変わっていきますよっていう、まあセットコレクション一定やつ集めていくと、まあジュースができて、それをプレイ人数によって何倍か集めると一回勝てますよと。そうするとフルーツを作ってくれる動物たちが入れ替わっていって、新しい動物を入れ替わることによってゲームの流れがどんどん変わっていきますよっていうですね、非常に面白いゲームがあったんですけども、あれをうまく採用してカードの中身がどんどん入れ替わることによってゲームシステムが変わっていくっていうのを体験していきましょうっていうのは、このファストフォワードシリーズなんですね。だから2個ともこれ開けると、中を開けるとですね、こういうデッキがですね、1個ずつ入っていて、基本仕様は同じでして、一番最初の表のところにそのゲームのアウトラインが書いてあって、このね、裏を朗読してゲームを始めましょうっていうことと、一番最後のところに山札はシャッフルしないでくださいねって、こういうのが両方とも書かれてるんですね。で、ここのところの番号が書かれてる、それこれ90番って書いてますけど、すべてのカードはここのところにね、番号が書かれていて、この番号に沿って等しくこの中に並べられていると。こういうのがね、ファストフォワードシリーズなんですね。だからルールのマニュアルとかね、この中もう何にも入ってなくて、ゲーム開始したかったらもうこれを読んで、じゃあここのところ読みますと、まず2人から4人のプレイヤー集めてくださいと。すべてのカードを裏向きのまま順番を変えずここに置いてください。これを準備山と呼びます。さあ親を決めてこの裏を読めと、こう書いてるだけなんですね。自分の手番になったらこっちの方だったら準備山から1枚引いて、その中身を持ってくる。直ちにこう書いて書いてればそれを開けろと、こう書いてあるんですね。で、まあこっちもね、まあゲームの箱のね、裏に大体の概要を書いてるんで、そのあたりまでは喋って大丈夫だと思うんですけど、これ行くとこういう城塞的なカードが書いてあって、この城塞カードをゲーム終了時に持ってれば勝ちって、こういうシステムなんですね、こっちのゲームは。で、城塞カードをやっつけるために、こういうキャラクターカードが書いてあって、これでディフェンスとかしながら、あるいは人のプレイヤーにアタックとかしながら、特定の条件来たらこれゲームが毎回終わるんで、この終わる条件がまあだんだん変わっていくわけなんですけども、この城壁を取り合うというゲームなんですね。で、ここが最初出てくるやつがあって、で城壁がある、じゃあ戦うキャラクターが出てくる、まあ後の方のキャラクターね、もうむちゃくちゃです。とんでもない出てくるんですけども、まあキャラクターが出てくるので、このキャラクターをじゃあどんな組み合わせにしたらとか、どんな前したらっていう、このいろんなパラメータ書いてるんですけど、これは最初全くわからないので、とにかくあ、キャラクターがあるんだなと、じゃあそれを利用してなんとかこの城壁っていうのを取り合えば勝つんだなっていうのがだんだん説明されていくと。で、ゲームはやっぱどんどん変わっていきます。この城壁に関するルールもどんどん変わっていって、この城壁がホニャホニャってなったりさっぱり売れないんですけど、ごめんなさいね。城壁の状態が変わっていったり、この手元のカードもまあむちゃくちゃな、ここの数字もむちゃくちゃ、ここの絵もむちゃくちゃな、とんでもない効果ができたり。ただしやれることはずっと基本に1枚引いて、まあそれをプレイするっていうのをずっと繰り返していくわけなので、そこは割とシンプルなんですけども、これをやることによってどんどん変わっていくと。ただし一定プレイすると、まあ大体誰か勝つんですけど、そうするとこの中からゲームのカードから除去して続きのカードをまたプレイすると、そしてまた同じことを繰り返していくっていうのをずーっとやっていくんですね。なのでこの緑の召喚術師っていう方は、この城壁を巡って各プレイヤーたちがこういうキャラクターカードを使ってぶん殴り合いしてる、あるいはディフェンス試合してるっていう対人攻撃的なことをずーっとやってるっていうのを想像いただければいいんですね。なのでこうつってほんわかしてる見えながら、ルールは手探りだけど、プレイヤー同士でこれを奪い合ってるんですね。手札のカードを使って守ったり取ったりっていうのをしながらっていうのをずーっとこの城壁を奪い合ってるっていうのを何ゲームも延々とやるというシステムだっていうのが、この緑の召喚術ですね。この辺がもう第1弾のお化けのやつとかもう全然違うわけなんですけども、なのでこいつは前のやつはゴーアウト系だって早く上がる、手札をなくしてしまえば上がりますよとか、そういうシステムだったんですけど、こいつは城壁をめぐってキャラクターカードをこういうのを使って各プレイヤーで殴り合ってるっていうのを延々と何度も繰り返すと、こういうシステムなんですね。こっち
のところも基本は同じで、ここのカードのところの裏面をまず見ると、表に書いてるのも同じです。1人から4人のプレイヤーを集めて、この裏を読めって書いてあって、この裏は不思議な国のアリスになってるんで、緑の怪物っていうのが襲ってくるので、僕らはそこから逃げる逃亡者となりますということがあって、逃亡者っていうので、こういうマッドハッターとかね、いろんなやつがいるので、こういうキャラクターがいるので、こいつからこの緑のお化けっていうのがあるんで、こっから逃げ続けましょうと。これを一定プレイのとこ逃げ切ったら勝ちですよっていうことを延々とやっていくゲームなんですね。なのでこいつになるとまたかなり全然違って協力型プレイなんですけど、ここの出る順番は本当は固定なので、失敗したらリセットしてこれをゲーム戻せある程度って書いてあるので、かなりプレイヤー同士で見えてるやつを、もう次これ引いてこれ引いてここのプレイヤーやって、じゃあ私の時はこのアクションしてっていうのを、ものすごいパズルチックなリズムで進めていかないといけないゲームっていう風に全く要素が変わっていて、やってることは同じで全体のルールはよくわからないんですね。これ最初は一気にこっちだけちょっと上から9枚も一気に見て、各キャラクターのところに、プレイヤーのところにいろんなキャラクターくれるようになってるんですけど、各プレイヤーのところいろんなキャラクターを見て、それぞれ準備するカードがあって、それを利用して緑の怪物から一定ラウンド一定条件逃げ続けたら勝ちというのを延々と繰り返していて、ちょっと状況を変えないこと。なので、こっちの方は実は奉行問題がめちゃくちゃ起きそうです。私がやってる時もこれ、ソロプレイでいいんじゃないかっていうことが分かってくるぐらい、出る順番固定ですからね、これね。基本上から必ず数字の順番で出てくるので、これはかなりソリティアに向いた、まあせいぜいでも2人でもいいんじゃないかと思いますけども、ソリティア系に向いた、逃亡型協力ゲーム。これね、すっきりしないんですね。負けた時怪物に壊れるだけですからね。さっきのパズルどこが悪かったんかなっていうようなことを自分たちで検証するっていうことがして、もう一回やりましょうっていうのを戻してワンプレイするっていうようなゲームになってるタイプになってるので、同じファストフォワードシリーズでも全然テイストが違います。実は私の好みは、第1弾の緑の幽霊屋敷ですね。あれゴーアウト系手札なくしていけばいいっていうのがあって、どんどんルールが変わっていくっていうのがあって、あれは非常に個人的に楽しめたんですが、こっちは実は両方とも私の、どんどん後に行くほどですね、私には実は合いませんでした。こっちの緑の召喚術師、こっちの緑の国のアリスっていうね、こっちはだからずっと殴り合ってるんですね。何度も同じのカードをちょっとずつ抜け上げながら他人のプレイヤーと攻撃し合っていって、あ、今回かけた。負けた。もう一回だっていうのを延々とやると。しかも、攻略というよりはカードが変わってしまうので、さっき強かったやつが急に弱くなったりとかいろいろするので、結構これ辛いんですよね。で、こっちはとにかくずーっと逃げ続けなくちゃいけないので、かなり奉行っぽい問題が起きてしまうので、人数が少ない方がいいんじゃないかなと思って、ちょっと私にはきつい感じが、しかもルールがはっきりわかりませんからね、どんどん変わってくるので、わからないルールの中逃げ切っていくっていうのは、かなり私にちょっとヘビーな感じの、この実際の根本は同じなんですけどね、途中のこのルールやなんかが全く違いますからね。しかもこれね、まあ、かなりちっちゃいですよ。かなりちっちゃくてびっちり書いてあるので、私にはちょっとこれは重いかなという感じがしましたね。なので2019年のこの6月現在、このファストフォワードシリーズの日本語版は第3弾まで出ていますけども、同じような外見で見えていますが、最初の緑の幽霊屋敷は完全にゴーアウト系、いわゆるウノ系的なね、手札からなくせばいいでよっていうのシンプルなゲームだったんですが、こっちは殴り合い、こっちのとこは協力型プレイ、ただしこれは奉行問題かなり出そうです。ラックの要素ほとんどないので、いうことがあるので、どれが自分の好みに合ってるかなっていうのは最初にやっぱちょっとご考えになった上で、これが面白かったから必ずこのシリーズだから楽しめるではなくて、全く要素が違うので、どういうのが自分のね好みで、それは戦うのがいいよ、だってコンバットが面白いもんっていう方もいらっしゃるし、じゃあ一人とか二人で楽しむから完全にパズルチックが解けばいいよっていう方はこの緑のクリス合うと思いますんで、これはねかなり人を選ぶシリーズに今はなってると思いますんで、どれがね自分に合うかっていうのを最初にお考えになった上でですね、トライしてみるのが一番よろしいんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけで今回はですね、フリードマン・フリーズさんのですね、ファストフォワードシリーズ第2弾の緑の召喚術師と第3弾の緑の国のアリスをご紹介いたしました。まあね、最初言いました通りね、ここのところは出てますけどね、第1弾ちょっと私ね倉庫にしまっちゃったのですぐ手元にないんですけども、第1弾の幽霊屋敷の方はゴーアウト系の手札をなくしていくやつ、これは対戦、これは協力プレイっていうのをね、よくね象徴聞いただいた上でどれが自分に合うかなって選んでもらえばいいかなというふうに思います。で、個人的にはこれの
フルーツジュースがすごい楽しめたんで、実はフルーツジュースって拡張セット出てるんですね、海外ではね。こいつの日本語版もね、出てくれないかなというふうに思いますんでね。このフルーツジュース、幽霊屋敷、緑の召喚術師、緑のクリナリスがあれば、どれかはね、自分たちにあったっていうゲームをね、見つけられるんじゃないかと思いますが、どれかがあったから次のシリーズも必ず合うというふうには、そんな風になってなくて、かなりテイストが違うっていうのは、ご承知いただいた方が楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日はですね、フリードマン・フリーズさんのファストフォワードシリーズの第2弾と第3弾をご紹介いたしました。ザ・ゲームギアチャンネルの R99 でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギアチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギアチャンネルの R99 でした。